クマです。ライトニングでカテゴリーを複数表示し、えー、トップページとかですね、えー、ブログ記事ページなどで、えー、カテゴリーを複数選んでいるにもかかわらず、えー、上のところにですね、1個しか表示されないっていうことでですね、今見てるように複数表示するにも、今画面変わりましてですね、 一個だけ表示してるやつが映ってますけども、基本的にライトニングは複数選んでも、一個だけここにあの表示されるっていうのがあの通常なんですね。で、複数選んだ場合はですね、えー、フッターにカテゴリーっていうのが、今画角で囲んだ部分がですね、えー、表示されてるんですけども、ここには複数表示されるようになってます。というのでですね、トップにもですね、 えー、複数表示しようと思うのですが、えー、今回、えー、このカスタマイズについてはですね、PHP を触ります。ということは、えー、うまくいかなかった場合に、ワードプレスが真っ白になってしまうっていう危険性を、あのー、含むということを理解しておいてください。で、えー、ワードプレスが真っ白になってしまったらですね、えー、この、 他の動画の中にですね、ありますので、それを見て、えー、対応してください。で、えー、今回はですね、あのー、モジュール PHP っていうのを、あのー、触ることになります。あの、23行目から46行目の PHP コードをですね、触るんですけども、えー、今見ての通り、えー、テラパッドでこれ開いた状態で、 表示させているんですが、これを、えー、こちらのコードに変更します。でね、あのー、コードを動画の中で、えー、覚えることできないので、えー、YouTube 動画詳細のところにですね、えー、ブログ記事へのリンクを貼っておきますので、えー、そちらの方でですね、ソースコードをあのー、コピペしたい方はですね、えー、コピペしていただいたらと思います。 で、えー、PHP が終わってもですね、えー、スタイルシートがちょっと若干変更しないと、うまく表示されませんので、えー、ご覧のとおりですね、えー、スタイルシートをですね、ちょっとカスタマイズしております。で、あの、当然のように、えー、テーマを使って、えー、カスタマイズしておりますので、えー、ご覧のアドレスを、 えー、youtube 動画詳細の方に載せてますので、そちらの、えー、ブログ記事の方でゆっくり、あの、ソースコードは、あの、確認してください。自信のない方はですね、優勝対応になりますが、えー、小町の方でですね、ズームでフォローさせていただきます。youtube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。